こんにちは、市川ファームです。今回は、リエールさんの、苗をこのキッチンペーパーで巻いてあったやつが、まあ、大体根が出てきたので、それを、鹿沼土でポットに植え替えるっていう動画をバックに、コメント欄の質問にお答えしていこうと思います。このリエールさんの苗のこの植え替えたのがもう4、5日前に撮った動画なので、現在の在庫はもうちょっと減ってます。で、これに、映っている価格は、うちはこれ税込みになっています。で、もうだいぶ在庫も減っちゃってるので、次のやつも注文はしてあって、6月今月の二十何日かちょっとまだ分かんないんですけど、その頃からまた入荷したやつを販売できると思いますので、これもまたインスタとか YouTube で何日からっていうのをお知らせしますので、またお願いします。で、また YouTube の方でもこの開封の動画みたいなのをやろうと思ってるんで、はい、またその時はお願いします。はい、ではここからコメント欄の質問やっていこうと思います。これはマジョールの育て方っていう動画から、パープルヘイズも同じようなやり方でしょうか。はい、ほぼ同じで大丈夫です。パープルヘイズもこの時期に花が咲いてると思うんで、肥料はまあやっぱマグアンプ系が僕はいいと思います、いいと思ってます。はい、でマジョールに比べるとパープルヘイズの方がちょっと暑さに弱い感じもするので、風当たりとか、ちょっと置き場所を気をつけてもらえば、まあ大体同じで大丈夫だと思います。はい、次が、すごく分かりやすい、ブルービーンの育て方動画を見たいです、お願いします。はい、ブルービーンを、はい、また機会があればやろうかなと思います。ブルービーンも花が、ブルービーンはもうちょっと早い時期に花が咲いてたのかな。これもまあ花を取って早めに切ってあげれば、下から新しい芽が出るので、はい、同じような育て方で大丈夫だと思います。玉葉について成長するとどうしても下の葉っぱが落ちてしまいます。育て方のコツなどありましたら教えていただきたいです。玉葉はそうですね、下葉がすごく落ちやすいし、あとまあすごく伸びやすいので、これも早めにカットしてあげると、どんどん株は充実していくので、はい、いいと思うのと、あとこれもやっぱマグアンプ系のマグアンプとか、その辺の肥料を使うと下葉が落ちにくいです。その辺の肥料と、あとまあ水加減を切れすぎたりやりすぎたりしないようにすると、よっぽど大きくなっても葉っぱを落とさずに育てれるので、はい、その辺ちょっと注意して育ててもらうといいと思います。あとまあ切ったやつの葉差し、挿し木も葉差しもすごいよくできるので、はい、ぜひやってみてください。葉差しなんかはすごいいい確率で出るし、肥料もあんまり効かせないような感じでやると、まあ、ちょっと時間はかかるんですけど、結構いい苗が、はい、作れると思うんで、ぜひやってみてください。次がミルキーウェイの花芽がたくさん上がってきました。花芽が
上がってくるセダムは同じような考え方で良いのでしょうか。スプリングワンタン切り戻し完了しました。はい、うん、ミルキーウェイも同じような感じでいいと思います。うん、花が咲く前に切ってもいいし、これも肥料とか水やりがしっかりいってればちょっと花を咲かせてから切ってもいいと思います。はい、マジョールとバーナーティーは別品種でしょうか。はい、そうみたいです。僕はあのマジョールしか育ててないんですけど、はい、バーナティーの方が葉っぱが大きいって聞いたことあります。はい、あの聞いたことあるっていう程度の感じなんで、あの僕自身が調べこう育てて比べてみたわけじゃないんで、はい、そんな風な感じでお願いします。はい、でこのマジョールの育て方のところはおしまいで、次が小さな寄せ植えのメンテナンスのところから、いつも思うのはやっぱり環境によって違うなぁと。気泡手マンションのバルコニーで育てているので、虫除けの薬を植える時に入れてもコバエが来たり水はけが、悪くてなど、逆に普段ハンキングで育てているセダムはちょうどいい水はけの良さで、ポットや鉢に植えるものはそこネットと鉢、底石必須です。ハンキングはコバエが寄ることもなく、ただ水はけが良いので水あげが欠かせません。畑で周りにあまり建物がないところで育てているものは風通しが良いので、地下ファームのポットのままで間隔を空けて育てて良い状態を保ちやすいです。地下ファームさんのあの広々とした風通しの良い外で育てている子たちを見ると幸せそうな苗だなと。はい、うん、この方のそうハンキングで育てたり、ポットの前で育ポットのままで育てたりしてるっていうのは、はい、その環境でどういうのが合うかっていうのを多分考えながらやられてるようなんで、すごいいいんじゃないかなと思います。はい、その環境にどういう育て方が合うのかなってこう考えながらやっていくのが、はい、すごい綺麗な感じに作るのの近道になると思うので、はい、すごくいいんじゃないかなと思います。うん、このコバエとかっていうのは土にこう有機物の堆肥とかが入ってると来やすいので、まあ、そういうのが入っててこう水を多めにあげちゃうと来たり、こう風通しがちょっと悪いとこう来やすかったりするみたいなんで、うん、水加減とかその辺を気をつけるといいんじゃないかなと思います。質問です。多肉植物で寄せ植えする上で相性の悪いものはありますか。はい、これやっぱ多肉植物もいろんなこうセダム属だったり他のエケベリア属だったりいろいろあって、相性が、はい、合わないものはたくさんあると思います。うん、でセダム属同士なんかでもやっぱり全然合わないのもあるので、うん、寄せ植えを作る土だったり鉢だったり環境だったりで、まあ時期もあるので、その時期に合ってる
品種はよく育つし、合ってないのはまあ調子を崩したりもすると思うので、その辺はまあどんな寄せ植えを作るかっていうのにもまた寄ってくるので、そうですね、経験してもらってこういうのはこうなるのかっていうのを考えながら、はい、いろいろやってもらうと楽しいんじゃないかなと思います。パープルドリームのおとり扱いはありますか？増やしたいのですが、今カットするには時期的に遅いですか？いつでも行けますか？はい、まだ今の時期パープルドリームも花が上がってると思うんですけど、はい、カットしても大丈夫です。で、花芽が上がってる、こう花の茎についてる葉っぱみたいなやつも葉差しできたりするんで、増やしやすいんじゃないかなと思います。パープルドリーム、何かコツみたいなのは特にないかな。これもちょっと蒸れやすかったりもするんで、風通しをしっかりしてあげると、はい、育てやすいと思います。小さなセダムはとてもよく似ているので識別難しいです。じっくりと違いとかを比べながらの紹介動画をぜひお願いします。はい、おいおい、またこういうのも、そう、これ時期によってセダムってこうこの品種とこの品種が似たりとか、急に似たりこう全然違う品種に見えたりっていうのもあるので、そういうのもまとめてちょっとできたらなと思います。で、これは終わりで、次がエケベリアの葉差しっていう動画から、セダムを購入したら水はけの良い土に植え替えしてくださいと書かれていますが、全部の土を落として多肉の土に植え替えたら良いのですか？できる範囲で教えていただければ嬉しいです。これ書いてあるっていうのはラベルの裏とかに書いてあるっていうことなんですかね。これは絶対にこの全部の土を落とさないといけないっていうこともないし、落としてもいいし、そうですね、やりその人次第っていう感じなのかな、になると思います。そうですね、この水はけの良い土に植え替えないといけないっていうこともないし、はい、これはその人がどういう風に育てたいかっていうので、そこの環境にもよるし、はい、こうっていうのはないです。で、次が、これ、動画の中で薄葉の子は鹿沼に少し水持ちの良い土を混ぜて使っていると言っていましたが、どんな土を混ぜているのですか？よければ教えてほしいです。うちのセダムを育ててる土ですね。はい、うちのもともとの土は結構水持ちがいい土が入ってるので、はい、それを混ぜてます。チカファームさんではリエール苗は何種類くらい取り扱っていますか？知りたいです。種類はちょっとわかんないですね。何セットとかって言って頼むので、その時次第になってます。で、次回
は結構数がたくさん入ってくるので、はい、まあ、動画でよかったら見てください。はい、でこれがこんな感じで、乗せてもいいよ、市川ファームの7から、セダムはこの時期伸び伸びになったり花が咲いたりして汚くなってしまう種類があると思います。仕方のないことでしょうか。はい、うん、これもそうですね、花が咲く前にうまく切ったり風通しのいいところでうまいこと育てれば汚くなってしまう、うん、汚くなってしまうっていうことは防げるんじゃないかなと思います。そのはい、この時期こういう風になるのを防ぎたいっていうのを意識して早めに切ったりこう風通しを良くしたりしてあげると、はい、対処はできるんじゃないかと思います。斑入りタイトゴメの黄色の色が綺麗に出ず小さくキュッと締まりすぎてしまいます。どうしたら買った時のようになるのでしょうか。うん、斑入りタイトゴメの斑っていうのは、あ、まず斑入りタイトゴメうちでは作ってなくて、これ登録品種っていうやつでこう生産するのに許可がいって、その許可がなければないのに勝手に増やして売ったりするとちょっと、なんですかね、怒られたりするんで、はい、うちではやってないんですけど、はい、斑入りタイトゴメは夏はほぼ緑になってしまうんだと思います。で、あと斑が出てくる時っていうのは秋口から新芽がどんどん出るようにしてあげると斑の部分が多く出るんじゃないかなと思います。これもやっぱマグアンプとかの方が斑は出やすいと思います。窒素たくさんの肥料よりは、はい、でなんでちょっとまあ肥料も多めにしてあげてどんどん新しい葉っぱを出させてあげて、でまあ伸びたところをカットしてあげると新芽もまた増えてくるので、水とか肥料を多めに、まあ乾いたら水をあげるんですけど、意識してちょっと多めに回転させてあげるとどんどん新芽が出ていい感じに作れると思います。次が、粉雪の動画から、こんにちは。白雪見せ早の増やし方が知りたいのですが、ランナーを切り挿し木にするというのがいまいちわかりません。ランナーっていうのは、あれはランナーで正解なのか、なんかその普通に本体から葉っぱがたくさん出ている新芽じゃなしにこう先端に葉っぱがついてギュッと伸びてるやつのことを言うのかな。すいません、ちょっとなんか詳しくないというか、ランナーっていうあれについてよくわかんないんですけど、そのランナーの部分も切って刺してあげるとつくっていうことなんで、まあ
白雪見せ場はその花以外のとこだったら切って刺せばどこでも根が出ると思うので、はい、刺し木はしやすいです。多分葉刺しはあんまりだと思うんですけど、であとこれ暑さに弱いと思うので、あの涼しくなってからがいいんじゃないかなと思います。今からは、はい、でまあ今から風通しが良かったいいとことか、そうですね、ちょっと直射日光とかは避けた方がいいのかもしれないです。最近ちょっと僕この品種作ってないんであれなんですけど、これこの間確かあの畑の方に植えたんですけど、あそこ遮光なしでどうなるのか試してみるんですけど、またはい動画で出させてもらいます。セダムは植え替えしなくて大丈夫なんですか？これ何の動画だっけ？あ、粉雪の動画で、植え替えしなくてもいいし、しても、はい、どっちでも大丈夫です。まあ、これどうしたいかによって変えるっていうことになるんですけど、植え替えせずに根っこが回ったまま水少ない肥料で水をずっとあげ続ければこう締まった株になるので、そういうのが好きな人はそうするし、あの植え替えてどんどん大きくしたいっていう人はやっぱ植え替えた方がいい感じです。はい、庭にグランドカバーとしてセダムを植えたいのですが、どんな品種がいいでしょう？また地植えの場合の育て方は雑草ではなくセダムを増やしたいのでよろしくお願いします。どんな品種がいいでしょうか？あのこれでも好みですよね。その横にバーッと増やしたいっていうんやったら横に這う品種がいいし、うん、でもあの横に這う品種ばっかり植えてこう土が完全に見えないグランドカバーにしちゃうっていうのは、あの夏場の蒸れる時期っていうのはちょっとやめた方がいいです。なんでグランドカバーでそうやってこうぺったりと育てたい場合は、あの秋くらいからこう増えるように、夏場はある程度風通しを良くしといて、こうだんだん広がって、寒くなるにつれてだんだん広がっていくようにしてあげるといいんじゃないかなと思います。どんな品種がいいでしょう？品種これっていうのちょっと今言うの難しいかな、はい、あのうちの畑のやつも涼しくなる頃にはちょっと横に広がるようなのもちょっとやってみようと思うんで、はい、また動画で出してもらいます。コミックトムが大好きなんですが、去年夏に結構ダメにしてしまい今年も不安です。コミックトムの育て方の動画をお願いします。これもお水をあげるとよく背が伸びちゃうし、水切るとすぐシワあるし、なかなか難しいです。カヌマオンリーに植え替えてみようと思いますがどうでしょうか？はい、コミックトムってちょっと僕作ってないんですけど、これセダムでしたっけ、あのブルービーンみたいなやつですね。そうですね、多分これあの大きくしすぎる前にこうちょっとカットしてあげて下の枝を出させて、である程度まあ水も切らずに乾いたらあげるっていうのを繰り返してあげるのがいいんじゃないかなと思います。
鹿沼オンリーっていうのはちょっと水加減が難しいんじゃないかなと思います。どうなんですかね。これもまあ環境によるんで、環境っていうかその人のサイクル、水やりのサイクルに鹿沼が合うんだったらいいかもしれないです。はい、ちょっと試してみるのもありなのかな。はい、いつもの土に鹿沼をちょっと半分くらい混ぜてみるとか、そういうのとかでもいいんじゃないかなと思います。こんにちは、勉強になります。コーナー雪は木化しやすいんですね。少し前に刺し目して増やし中なんですが、葉先が開いてしまっているのは水やりすぎですか、日当たり不足ですか、教えてください。この時期この葉先が開いてしまうっていうのはある程度しょうがないんだと思います。刺し目して増やしてっていうことなんで、これからまあ大きくなっていってくっていう時は葉先が開いているのは全然悪いことじゃないと思います。はい、これも、はい、この動画の中で言ってる伸びる前に切るっていうのをやってもらえば、はい、全然大丈夫です。動画、あ、これ市川ファームさんの苗を購入したいんですが、名古屋で出荷してらっしゃるお店はありますか、もしくは通販など購入する方法はありますか。名古屋ちょっと分かんないかな。でも愛知県の市場には出させてもらってるので、どっかあるかも分かんないです。ちょっと市場に行ってるのはどこのお店にあるかっていうのが生産者の方ではちょっと分かんないんで、はい、すいません。通販は他の動画でもちょっと紹介させてもらってるんですけど、 K さんっていう方がインスタ販売とかをしてくれてるので、はい、そちらも見てください。あとまた他のところでも何件かはこう通販でやってくださってるお店もあるので、はい、またお願いします。我が家のカメレオン木化しているようです。粉雪さんと同じようにすればモフモフになりますか。はい、カメレオンも同じように下葉が落ちる前に切ったり、ある程度肥料を効かせてやってもらうと同じようになります。で、音楽変わりましたね。マグアンプ系はどのくらいの期間有効だと考えたらいいですか。夏が終わったくらいで追肥しますか。紅葉のためには追肥は不要でしょうか。うん、これは音楽はなんかこれ無料のやつ適当に使ってます。でマグアンプ系の有効期間、これなんか粒の大きさによって袋に書いてあるのがやっぱ違って、大粒の方が長く持つって書いてあるんですけど、これも水やりの回数とかその一鉢あたりに入れてる粒数とかでこう効き方のこう効かなくなり方のスピードというかタイミングは変わってくるので、葉っぱの様子を見てこう感じれるようになっていくのがいいんじゃないかと思います。はい、で紅葉のために追肥は不要でしょうか。紅葉させるためにこう品種によってはこう肥料を切りすぎると葉が落ちたりしやすいので、マグアンプだったらある程度効いてても紅葉はしやすいです。はい、なんで切りすぎもちょっとどうかなと思います。この辺の加減も多分慣れになってくるとは思います。でもまあ入れすぎないっていうのは大事かもしれないですね。はい、はい、そう、肥料の
量で紅葉を調整するっていうよりは、こう冷たい風が当たるとことか、ちゃんと夏から秋にかけてある程度日光に当てておくっていうことの方が、はい、大事だと思います。粉雪のところはこれで終わりで、プルケルシースター、パープルヒーズについての質問です。購入時は紫がかっていましたが、うちに来て2年くらいずっと明るめの緑色です。どうやって育てたら紫色になりますか。ずっと緑、日当たりが悪いところだったり、室内とかの可能性もありますかね。このずっと緑っていうのは、外でこう冷たい風に当たったりすると結構緑になると思うんですけど、はい、日当たりとか風通しとかがちょっと良くなかったりするんじゃないかなと思います。はい、また、はい、紅葉の動画は作りますんで、はい、よかったら見てください。春にシルバースターとチョコレートボールというセダムを購入しました。それがどんどん伸びていってるのですが、そういう育ち方なんでしょうか。日照不足ですか。どういうのが正しい育ち方なのかわからなかったので質問させていただきました。はい、シルバースターっていう品種はちょっと僕わかんないです、すいません。なんかあれですかね、ルペストレとかあの辺の品種みたいな感じなんですかね。もしそうだったとしたら、あのとんがった葉っぱでこういっぱい出てくる、上に伸びやすい品種だと思うんですけど、これもやっぱ他の動画とかで僕よく言ってるんですけど、下の方の葉っぱが落ちる前にこう切ってあげると横に伸びる枝が出るので、はい、そういう育て方をしてあげると、はい、いいと思います。その日照不足だけが原因ではないとは思います。ほっといたら伸びる品種っていうのはそういう育ち方なので、はい、でまあどういうのが正しい育ち方なのかわからなかったのでっていうこと、はい、まあ、正しい育ち方っていうのは特にないと僕は思うんですけど、その育てる人がどういうふうに育てたいのかっていうのがあれば、こういうふうに、なんていうんですかね、その理想の状態に育てるためにこうすればっていうの、まあいろいろやっ、そうですね、ちょっと経験をしてもらって、こうやればこうなるんだっていうのを試しながらいろいろ、はい、楽しんでもらえたらいいのかなと思います。そうですね、伸びるのが嫌な場合は下の葉っぱを早めにカットするっていうのが、はい、いいと思います。はい、これはこんなとこで、プルケルムの次、リエールさんのエケベリア開封から、これ質問はなしで、チフクジンと白鳳を育てますっていう動画から、
はじめまして、多肉 初心者です。七福神と白鵬すごく立派ですね。サイズを聞いて驚きました。私の家の環境は山の手で風通しはまあまあなのですが、かなり湿地でセダム族とは相性が良いみたいなのですが、梅雨入りから真夏の間は他の族の多肉が群れてダメになってしまいます。軒下に避難させて水やりを控えていても群れてしまいます。こんな環境でどうすればエケベリア族やその他の族たちをうまく育てられるのでしょうか。もしよかったらアドバイスいただけると嬉しいです。今年は大型扇風機を購入する予定ですが、吉と出るか心配です。はい、これでも扇風機を買うっていうのは多分正解だと思います。で、はい、まああと土を変えたり風通しがいいっていうのがであれば、やっぱ鹿沼とかを使うようにして、こうやって扇風機を使ってってやってもらえばだいぶ変わるんじゃないかなと思います。はい、いろいろ試してください。アウレウムが綺麗に育てれません。動画作ってほしいです。よろしくお願いします。はい、アクレアウレウムってちょっと難しいですよね。これも肥料とか水のバランスをある程度ちゃんとして、これ秋口先の斑入りタイトコメと、まあこういう新芽に斑が出る品種っていうのは大体そうなんですけど、カット育つどんどん育つ状態にさせといて、こう根っこが動くような土の中のスペースを作って、肥料もあげて水もある程度あげて、こう苗が育つような状態にして、で伸びてきたとこをカットしてあげると、次に出てくる新芽がほぼほぼ筆で出てきたりするので、育てながらこうカットってしてあげると、はい、綺麗な苗ができると思います。はい、で次が、乗せてもいいような最終回から、現在培養土を使ってセダムを増やしたり寄せ植えをしているのですが、その培養土だと思うのですが、腐敗したような匂いがあります。その匂いが原因なのか、今の季節雨が降るとナメクジが集まってきてとても恐怖です。以前に赤玉土のみで寄せ植えの動画を拝見させていただきましたが、赤玉土のみで育てることはできますか。また赤玉土のみで育てる場合は硬質、硬質でないものどちらが良いのでしょうか。ただナメクジ対策は何かありますか。長々と申し訳ございません。そうですね、腐敗したような匂い、何か有機の肥料だったりそういうのが入ってる培養土なのか、そうですね、違う培養土を試してみるとかでもいいんじゃないかなと思いますけど、あとそうですね、こうこの有機の堆肥、牛糞だったりなんか他の鶏糞とか入ってることはないかな、なんかその辺のバーク堆肥とかだったり、もうちゃんと発酵してないようなものが使われてると匂いとかも出るのかなと思います。はい、ちょっと違う培養土を一回試してもらう方が、この赤玉のみとかっていうのよりはいいと思います。こう土っていうのは あんまり一種類だけっていうよりは、こういろんな形だったり、こう
大きさの粒子が入ってる方がこう、根っこは動きやすかったりもするし、うん、でもまあ赤玉だけでもうまいことやればできるのかもしれないです、うん、まず一回違う培養土を試してもらってからこう他の育て方をやってみるっていうのでいいんじゃないかなと思います。はい、ナメクジ対策はやっぱこう地面から離すとか、そのジメジメさせないようにこう扇風機とか使ったり乾燥させるとか、うん、薬を使うとか、はい、そんな感じになると思います。うん、クリンマンネングサに小さい新株が出てきました。そしたら前からあるもの親株が茶色く樹れてきました。新しい株を取って植え替えした方がいいですか？その多分新株っていうのは新芽のことですよね。新しい芽が出て、元からあるものが茶色く樹れてきました、これでも新しい株がそのちゃんと茎から根につながってる状態であるあれば、その茶色くなったところを外してこう風通しをよくしておいてあげればいいんじゃないかなと思います。クリンマンネングサって負の多い部分はこうやって茶色く時々なりますよね。水が切れたりとか、水が多すぎてもなるのか、なんか虫にかじられたりしたりとか時々なります。はい、全体的に元気であれば特に何もしなくてもいいんじゃないかなとは思います。ミルキーウェイやマジョールに花が咲いてきました。このまま咲かせてもいいですか？去年ミルキーウェイの花を咲かせた後株が消滅してしまいました。はい、これそうですね、さあ、まあマグアンプをいい感じに入れとけば下葉が落ちなかったり落ちにくかったりするので、消滅はしなかったりするし、あとまあ花が咲く前に切ってあげるっていうのも手です。はい、なんかの動画でマジョールだったりの動画でも、はい、言ってるんでよかったら見てください。セダムって葉っぱからも水を吸うのですね。初めて知りました。さすがセダム先生、勉強になる。セダムだけがそうやって葉っぱから吸うっていうわけではなく、はい、水分が少なくなってる葉っぱはこう水をちょっとは吸います。はい。はい、なんか野菜の葉っぱなんかも同じような感じだったりっていうことです。これは説明の仕方が、はい、まあそんな感じです、すいません。はい、で次がと畑の動画のとこから、
コミックトム、あ、これさっきのやつと一緒ですね。どうしてあんなに土を盛り上げてあるのですか。平らなところに植えるのとどう違うのですか。はい、この畑の動画なんで、あの畑に植えるときにこう山みたいにして、あの植えてあることのことですよね。はい、平らなところで植えてるのより、こう株元の土が乾きやすいからですね。はい、水が山になってる上のところが乾きやすいので、はい、そういう感じです。で、こう地植えのセダムはすごくやっぱり今の時点で成長がいいみたいで、やっぱりこう下の方にある水分を求めてどんどん根が張っていってるので、今面白い感じになってます。またあの動画にさせてもらいます。はい、ドルフィンネックレスを育てているのですが、最近元気がありません。育て方を教えていただけないでしょうか。ドルフィンネックレス、そうですね、この時期ちょっと僕も前作ってたんですけど、最近ドルフィンネックレス作ってなくて、この時期どうだったかな。すいません、ちょっと僕あんまり詳しくないんで、あの変なこと言えないんで、あのまた分かったら、はい、なんか動画にさせてもらおうかなと思います。すいません。うまく夏を越せれば非常に熱に強い個体になると思いますよ。あ、これ畑の、自分も服を干せば2時間で乾くようなコンクリートで、直射日光の屋上にうっかり多肉を放置したことがありますが、1年後には立派な子になりました。質問ではなかったですね、すいません。畑の広さはどのくらいですか。私も畑があるのでやってみたいのです。畑そんな広くないです。どのくらいって言うんですかね、4メーターかける15メーターくらいですかね、20メーターくらいですかね。であんまり今以上に増やせない感じです。はい、で次がのせ忘れっていうやつのとこから、質問はなしですね。で、丸太のリメ管に寄せ植え、コスミックのプリプリに育てる方法を教えてください。すぐに焼けてしまい魅力が引き出せません。よろしくお願いします。すいません、コスミックってわかんないです。セダムかな、あるんですかね、そういうの。で、虹の玉チャレンジの動画で、どうやったらこんなに歯と歯の間隔が詰まった可愛い虹の玉になりますか。うちの子は南の太陽たくさんの場所ですが、徒長気味なような姿になっています。これ6日前、まだ徒長するっていう時期じゃないと思うんですけど、そうですね、歯と歯の間が
こう伸びちゃうっていうことは、風通しだったり日当たりが悪かったり、あとまあ極端に肥料が効きすぎてるとか水が多すぎるとか、そういうことなんじゃないかなと思います。南の太陽がたくさんの場所、はい、でもこれよく育ってるっていうことなんで、あの下の葉が落ちる前にカットをする、早めにカットをどんどんしてあげれば、あのどんどんいい株になる可能性があります。はい、はい、で次が、インスタ投稿したことはほとんどないんですが、虹の玉大好きなので参加します。はい、あの虹の玉のについて教えてほしいことがあります。先日市川ファームさんにお邪魔させてもらった時に虹の玉の粒が小さくてびっくりしました。私がずっと育てている虹の玉よりも8、9割くらいの大きさ、小さかったってことですね、でした。粒を小さく可愛く育てるコツってあるんですか？市川ファームさんの虹の玉と何が違うのか気になって、後になってから虹の玉も買ってくればよかったと少し後悔しています。遺伝子が微妙に違うとかはないですよね？はい、ないと思います。遺伝子ではないと思います。あの虹の玉に限ったことじゃないんですけど、あの一つの鉢、うちだとあの6センチのポットなんですけど、それでこう育てた、大きくなったらカットしてっていうのを繰り返して、土の中で根がいっぱいになったりしてるのと、あとまあ何回もカットしてるので、枝がたくさん出てると思うんですよね、その葉っぱが小さかった株っていうのは。なんで根っこからどんどん養分を吸収できない状態になってるのっていうのは、まあ、水だけで育ってるのに近いような株っていうのは葉っぱは小さくなります。はい、うちのその虹の玉はそういう原因でなってます。はい、あとまあ水を全然あげなかったりしても葉っぱは小さくなったりもすると思います。うん、はい、こういうふうに小さく育てたいのであれば、小さいポットのまま、まあ肥料とか水はちゃんとある程度あげながらこうカットを繰り返すっていうふうにすればこんな感じになると思います。はい、で次が、はい、ちょうど虹の玉をカットしようと思ってたので挑戦します。土を少なくして根を張らせると綺麗な色になるんですね。これもやってみたいです。はい、そんな感じです。あ、動画のカラッカラの鉢の虹の玉はお水をあげたら復活しますか？はい、これ復活します。この間水あげたんで出てきてます。あの、はい、何かの時にまた動画に出せればと思います。よし、これはこんなとこで、もうこれ次こんくらいでいいかな。これコメント欄の質問っていう動画から、斑入りパリダムなのですが、セダムの寄せ植えをしてて普通に土が乾いたら水やりしてって感じでやってたのですが、いつの間にか消しゴムのカスみたいになってしまって消えてしまいそうだったので慌てて地植えにしようとその株ごと花壇に植えたのですが、どのように管理したらよいか教えてもらえたら嬉しいです。斑入りパリダムが消しゴムのカス。これは乾きすぎて全部落ちたっていう
乾きすぎだと多分先端の方に葉っぱはよっぽどのことがなければ残ると思うので、何かこう蒸れたとかそっちの可能性の方が高いのかな。ちょっとこれだけだと分かりづらいんですけど、ウィリパリダムはなかなか何か、こんな風にはなりにくいんですけど、寄せ植え、これポットのまま植えたのか、こうカットして刺したのかをちょっと、この感じだとポットのまま植えたっていう感じですよね。虫にやられたとか、ちょっとごめんなさい、この状態、この感じだと、わかんないので、はい、でも慌てて地植えにしようとその株ごと、はい、花壇に植えたのですが、でもまあなんか調子崩れたっていうことなんで、こういう、はい、ことでいいんじゃないかなと思います。この時根っこはどうだったんですかね。何かその寄せ植えした時の変化が、変化というか、合わなかったんですかね。はい、すいません、ちょっともし何かあれやったらまたコメントください。名月が葉も茎も全体的に大きくなっていたので、徒長かおまじない程度のマグアップに3粒が良くなかったのかと思い質問させていただきました。今後は肥料をあげずに様子を見ています。あ、これなんか名月のコメントに返信したお礼っていう感じですね。はい、ありがとうございます。そうですね、名月とか、ああそうですね、はい、夏越しが苦手なセダムを教えていただけますか、遮光ネットは必要ですか。極端に夏越しが、ね、苦手なセダムっていうのは、オレガナムとか、うちでやってるのはオレガナムくらいかな、あとクラッスラ系のリトルミッシーとか、あ、それはクラッスラですもんね、セダムじゃないから、はい、そんなとこかな。あとまあ遮光ネットは必要ですか、これはその環境によってっていう感じ、環境、はい、風通しが良くて水やりとか肥料とかがうまいこといってればなくてもいい場合もあるし、はい、遮光ネットをやってそれなりの育て方をすればうまいこといくし、はい、必ず必要っていうことではないです。はい、ちょっとやってみてください。マグアンプ大粒を使われてますが、肥料の効果が2年のようです。頻繁に植え替えるセダム1年の中粒ではでないのはなぜですか。あ、これ何か他の動画の中で多分答えさせてもらったやつですね。はい、袋に書いてある効果が2年っていうのはまあ目安なので、あの使う量だったり、こう水をかける量だったりで変わってきます。はい、なんでこれはまあ自分でこう機器を見ながらやる感じですね。
マグワンプは土に埋めた方がいいですか、乗せるだけではダメ。はい、これ多分マグワンプの袋なんかにも書いてあると思うんですけど、混ぜた方がいいみたいです。うん、やっぱりなんかこれ確か根からコン酸っていうのが出て、それに反応して多分塩酸とかが溶けるっていうシステムだったと思ったので、マグアンプは土の中に入ってた方が良かったと思います。すいません、間違ってたらすいません。そんな感じだったと思います。黄金ホセバ万年草と同じ大きさで色が緑色のセガムが庭いっぱいでできてますが、名前は何て言いますか。調べてみたら目の万年草で合ってますか。はい、細葉万年草だったり、はい、目の万年草、はい、合ってると思います。うん、ちょっとまあ 100% とは言わないですけど、はい、合ってるんじゃないかと思われます。パリダムなのですが、綺麗な黄緑で葉が短くギュッとなっていること、濃い緑で葉が長くわさっとなる子がいます。両方パリダムなんですが、パリダムにも種類がありますか。斑入りは別でいて、斑入りというわけではありません。花は語弁でミルキーウェイと似ている花です。うん、はい、まずこれ同じところで買ったパリダムなのか、うん、こうやっぱ生産者さんもいろいろあって、こう違う品種のやつをパリダムって言って売ってることもなくはなかったりするのかなと思います。でももしこれが完全にちゃんとした同じパリダムでも、育て方によってはこう短くギュッとなったり、緑が濃くて長くわさっとなったりもします。はい、肥料の効き方だったり、こう地植えにしたりするとこう変わってきます。うん、ということです。はい、同じ品種でも育て方によっても変わることもあります。なんでこういう時は両方のやつをこう同じ小さい、まあ6センチくらいのポットに同じくらいの量を、まあ同じ土で両方とも挿し木してしばらく育ててると、同じ品種であればほぼ同じような見た目になります。なんで同じ状態で両方のやつを育ててもらうと結果は出ると思います。で、斑入りは別でいて、斑入りというわけではありません。花は語弁でミルキーウェイと似ている形です。斑入りパリダムもミルキーウェイと、まあ花は同じセダムなので似てると思います。うん、斑入りパリダムも肥料の効き方によっては結構緑に見えることがあるんですけど、その状態でも、写真をちょっとアップにして撮ってそれを拡大したりすると、普通のパリダムよりこう周り、葉っぱの周りが白っぽくなってるので、それで見分けがつくんじゃないかなと思います。うん、あとまあ斑入りのやつは真っ白の葉っぱも出てると思うので、その辺で見分けがつくんじゃないかなと思います。はい、
またちょっと分かんなかったらまたコメントください。このパリダムとかヒスパニクムっていうのの動画は、はい、出そうと思ってますんで、またお願いします。玉タンパクの育て方、増やし方のポイントを教えてほしいです。今クリーム玉タンパクを育てていますが、可愛らしく育てるにはどうしたらいいかアドバイスが欲しいです。玉タンパク、これ普通の玉タンパクはそんなに難しくないんじゃないとないかと思います。葉出しもできるし、枯れる、夏枯れるのは、蒸れ、株元が蒸れる状態にしたりとか、肥料が多すぎたり水が多すぎたりするとダメになることもあると思います。その辺だけ気をつければ普通の玉タンパクはいいと思います。クリーム玉タンパクはもしかしたら難しいのかもしれないです。僕もちょっと知り合いの方に一株もらったんですけど、枯れちゃいました。またちょっと、見つけたら挑戦したいと思います。これで最後でしょう。質問です。ゴールデンカーペットなど小さくて密な可愛い葉っぱがどんどん一つ一つが大きな葉っぱになってきています。どんどん先端を切っていけば小さな可愛い密な状態をキープできますか。はい、さっきこれ虹の玉のところで説明したのとほぼ同じことで、根がどんどん出ていける状態にあると、肥料ももらいながらそうやって根がこう育つと葉っぱも大きくなるっていう感じだと思います。はい、小さい鉢でこうやってどんどん先端を切ってあげれば、はい、小さな葉っぱになっていくと思います。はい、じゃあ今回はこんなところで、また今度続きをやらせてもらおうと思います。はい、ちゃんと答えられてないところがあったらまたコメントください。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。